四条大宮方面行きホームの奥からの駅前継ホーム前継開庫の八代駅は京都府京都市右京区渦正森が前町にある京福電気鉄道嵐山本線の駅。駅ナンバリングは A6。2008年1月16日に開業した京都市営地下鉄東西線の渦正天神川駅は当駅から東に約250メートルの距離にあり、 同年3月28日に同駅との乗り換え駅として、蘭ン天神川駅が開業するまでのしばらくの間は、当駅が地下鉄との乗り換え駅の役割を担っていた。両駅間は案内表示なども掲示されているものの、当時は歩道が狭く工事中の区間も多かった。相対式ホーム2面2線を持つ地上駅。各ホーム東端の車路で三上通りと連絡する。 平用軌道から専用軌道に入ったところに位置している。安全地帯の駅外は各駅とも一両分は覆うことができる比較的大きな上屋と県付けのベンチのある駅が多いランデンであるが、この駅には両側のホームにも3人が座れるベンチしかなく、特に嵐山方面行きホームの上屋は小さく貧弱なものである。かつては四条大宮方面行きホームには、 長めのベンチが設置されていたが、ホームの付近が狭い上に、前述の通り2ヶ月余りだけ地下鉄との乗り換え駅になり、混雑が予想されたため、大部分のベンチが撤去された。なお、市場大宮方面行きホームは、敷石が敷かれている。ありがとうございます。